でこれを最後に預けましょうか。じゃあこれ行きます。ただいまに安田航空1019便 NA6983便 総ロキンポ行きのご搭乗手続きを受けたまわります。何で海外行くのは何かな。一番最初香港行って、90それこそウォンカーワイの天使の涙とかあの頃の、あ、ジャケット撮影で、ライブハードロックカフェで、それが最初で、それでずっと行ってなくて、再結成して香港、台湾、韓国です、3回目。本当はコロナ前に中国を計画してたんですけど、できなくなっちゃった、ファンっているんですか。いるんですよ、意外と。不思議ですよね、どうやって聞いたんだろうと思うし、まあそんなめちゃくちゃいるわけじゃないけど、お久しぶりです。お久しぶりです。よろしくお願いします。眠いです。眠い、はい、寝てない。そう、昨日ライブで、だから俺割とさっきまで飲んでましたよ。だからそういうことですか。まあでもこの移動で寝るから大丈夫です。移動すぐですよ。台湾はなんか行ったことあるんですか。多分2回行きますね。ライブと、あと、まあ、なんかちょこっと仕事。日本のラーメン屋が台湾に出すことあるの。あ、いっぱいありますよ。あ、結構あるんですか。ここはご飯フロアで、田中さん、そのせっかく台湾なんで、ね、そうなんですよ。スケジュールが変だ。田中さんだけ早く。そうなんですよ。だから一日とか一晩ないんですよ。僕だからもう本当にやって帰るだけですよ。そうですよね。ちょっと残念ですけど。残念、めちゃくちゃ残念です。台南の方がね、食べ物は美味しい。あ、そうなんですか。みたいですよ、やっぱ全部、今日ライブなんですよね、だから、ね、そうですね。そうなんですよ。もう移動してでしょ、夜で、夜中になるから。夜中空いてるかな、コロナもあったから、ちょっと分かんないですね。そうですね、明日の取材が入ってますからね。多分でそれやって、多分そのまま、もう移動して飛行機の、俺はね、海外とか行ったことある。海外はライブで台湾に行ったことと、オーストラリア前のバンドでそう、に行ったことしかないです、じゃあ楽しみ、楽しみですね。ヒットがありますから。甘いおにぎりがね。お茶もしょっぱいのが食いたかった。超豪華ですよ、大将。ヒップホップの PV みたいな。そうですね、確かに。弾け飛んで駆け寄って拾い上げて
って海の街の夜の空気朝の空気は魔法の中魔法をかけたよさあ言えばなるあ、はい、じゃあここ行きましょう何麺ですか単通麺単通麺ちょっとちっちゃいんでしょうかなんか いくつかいろいろ頼めばいいんですか、はい、70台湾なんちゃらえ安い343円やっぱこういうところで食べた方が全然いいんですよ、ね、はいあまたニンニクとニンニクすごい。日本でそのタンツー麺をちょっと売りにしてる店なんてそんな ありますよ。でもちょっとあるタンツー麺の専門店みたいな。で基本やっぱこれだけでお腹いっぱいになるんじゃないんで。そうですね、だからね、チャオでもいいかもしれない。チャオの方が柔らかいんですか？ウッドさんは何で喋れるんですか？好きで、中国語を勉強してちっちゃい頃なんですか？いやいや、大学の時ちょっと留学して喋れるようになったのは台湾来て結構揉まれてからって感じですね。もう何年ぐらいいらっしゃるんですか？一応ずっといるわけじゃないんですけど、うん、10年前にそのお店を台湾月見るそう月見るを作って、ねあの今回のフェスをちょっとざっくばらに説明していただきたい。バカボンドフェスティバルランレンジーという中国語名前なんですけども、うん台南でコロナの時にちょうど始まって、はいはいまあ、台湾のこう野外フェスティバルの中でも、 もう人気のフェスにはなってますね、はいはい、僕らがお邪魔したのは3日目のフェスの大鳥ですよね、はい、その大鳥にこう日本のバンド、はいまあ、まさにサービスで呼ばれたっていうのは、これはどういうことだったんですかね。そうですね、まあ日本のフェスでもよくあるようにその外たれ枠みたいな感じで、まあ、台湾フェスがやっぱり多いの でコロナの間は特にコロナの間もフェスは開催はできてたんですけれども海外のバンドは呼べなくて、うん、でラインナップがもうどうしてもこう似通ってしまっていて、うん、海外のバンドを割と積極的に今年はブッキングしてたかなと思います。じゃあその日本のバンドっていうのはそういう形の目で見られてるというかちょっとまあそうですね、まあ、もちろん日本の音楽好きな人とか、うん
あの日本の音楽シーンチェックしてる人はやっぱり昔からすごく多いので、うん、まあ、サニーデーのことも知ってる人もすごいたくさんいますし、もう待望のという感じで、うん、あの迎え入れてたと思いますね。まあ、その台湾のバンドも日本のバンドと違う良さみたいなのをなんか持ってて、まあ、台湾のバンドちょっとこうまろやかな感じのバンドが多いかもしれないですね。まあ、音っていうよりはそのなんかその表現の部分で優しさがっていうか、でその日本のバンドはなんかこう腹をくくったような磨かれた感じっていうか、すごい日本のバンドのこう持ち味かなと思います。普段の仕事はこういう音楽関係？そうですね、あの日本から台湾にライブするバンドを書いたりケアしたりします。で去年までは、うん、あの3年間日本に留学しました。あ、そうなんだ。日本に住んでました。もともとサニーデーサービスって知ってたの？はい、知ってますね、うん、やっぱりあのバンド聞いて、あの日本のバンド聞いたらなんかさすがにあのサニーデイサービスとかあの出てくる、そう出てくるんですね。なんか音楽聞くならなんかもっとなんかちょっと好きなジャンルになんかちょっとディグしたりする、うんうんうん、するよね、はい、うん、その中で出てきた、はい、最初さ日本のさ、はい、そういうバンドとかを好きになるきっかけって何かあったの？あの僕高校の時なんか欧米の、メタルがメロコア聴いてて、うん、そこから日本のなんか、マチマム・ザ・ホルモンとか、はいはい、エルレガーデンとか好きになって、うん、なんかちょっと日本のいろんなバンドをなんか探し始めました、うん、それはもうインターネットがあるからそうですね、そうだよね、スポティファイとかそういうサブスクの、うん、サブスク系のアプリで、うん、ありますあります、はい、でも日本のバンドなんかちょっと古いバンド特にあのなんかインターネットは上がらないんじゃないですかね。あ、そうか、そうか、だからなんか YouTube で探してます。僕は音楽っていうのはあのすごく純粋なもので、音楽それ自体でエネルギーとかそのパワーを持つと思ってたんですけど、ずっとやってきて、でライブをこうやってお客さんといろいろコミュニケーションしていく中で、やっぱりそれって音楽の力っていうよりも人の力、その心と心の間にある音楽が初めて意味があるもの。僕は孤独になんか音楽を愛してきて、音楽っていうのは個人でね、あのなんていうかそれだけでこう音楽っていう、 もう神様みたいなもんだと思ってたんだけど、そうでもないなと思って、やっぱりこう、みんなで誰かと共有して初めて何か生まれたりするっていうこともあるっていうのは、長くライブとかその活動してきた中でちょっと変わってきたことかな。昔はやらなかった。昔はね、お客さんの方を見ずにこうやって足元見て演奏してたんだけど、今はみんなにどう伝わってるかなっていう、その聴く人の目を見て演奏するようになった。それがすごい大事なことだと思う。 Thank you! We are Sunny Day Service! Hello Taiwan! I love you!I'm not afraid of the dark.
咲き誇り冬に別れてしまう恋昨日と今日と明日をかけるサンゴで見事 Oh baby その後に二人でちょっとお茶をしよう一度いたことのある喫茶店にもう一度だけ何にもたったかのように秘密の話してもしようプレイいっぱいの思い出を抱えたその予定こぼれる涙が物語の始まり夏には咲き誇り冬には枯れてしまう恋昨日と今日と明日を捨てる波の出来事バックステージで見てもすごいなんか生命力とかわかんないなんか上からなんか観客の顔を見るとすごいなんか嬉しいなと思います。あ、喜んでて、みんなあのミュージシャンがみんななんかバックステージに来て、なんかもうギターなんかエフェクターつながってないのがみたいな、でなんか音そんなにいいのにみたいな、ギターのなんかトーンがすごい美しいみたいな、あれはなんでエフェクターをつないでないのに、てかつながずあの音が出るっていうのは別に普通のことなんですか？ギターの力もアンプもあるし、あと弾き方もかなりだいぶ多分曲によって結構変えてる。神の手タオル、そのタオルいいやつ、めちゃくちゃいいやつ。このなんか中タップデザインも可愛いし、その手を持ってる人っていうのはどれミュージシャンでもそんなにって感じなの？エフェクターに頼っちゃってるからわかんない、他にノーエフェクターみたいな人たち、人バンドとかある？最近あんまりいないと思います。田中さんも要するにそうってことで？そうですね、ノーエフェクト、だいぶタッチでもう全然音量変わるんで、曲によって全然違います。まあ、あの独特なあの感じは、タッチから来てますね。あ、そうなんだ。だいぶ大暴れしてますよ。また台湾に来てください。また来るね。
たの？你怎么知道？三年あ、透明雑誌。透明雑誌というバンドがあって、うん、あのそのボーカルの方が、うん、あのもしあのインタビューの時に、うん、もし自分の隣に女の子がいたら、うん、その子はどんな音楽を聴いてるかと聞かれて、そのリストの中にさ、はいはい。イエーイ、まあ、せーの、イエーイ。こんなファンに黄色い声優に50も過ぎて50も過ぎてね、素足でした、ありがとうございます。ないこんなのうん、一応ベストは、まあ、ベストは尽くしたというか、なんというか、まあもうね、もうだってもう僕はもう今日帰っちゃうのでみんなどうするんだろう、何やるんだろう羨ましい限りです。はい。Thank you.
ちょっと